私、森久保さんに憧れて声優になったみたいなところがあるの、ちょっとやってみようってことで、すごい上手で、皆さん、こんにちは。モノマネシンガー、荒牧陽子です。今回は、なんとコラボ動画になっています。まさかの声優さんが私の YouTube に来てくれまして、なんとモノマネをしてくれるということで、今日はお呼びしておりますこの方です。声優の福原遥さんです。皆さんこんにちは。声優の福原遥です。よろしくお願いします。すごい、怖いのめっちゃ変わってる。頑張って変えてみました、声優だから。ご存知でない方も、ご存知の方も、はじめまして、福原遥です。やらせていただいてるキャラクターが、アイドルマスターシンデレラガールズの渋谷凛ちゃんだったりとか、近年放送された、キャプテン翼の、三崎太郎くんだったりとか、あとは男の子です、うん、あとはそうですね、新桜大戦のアナスタシア・パルマさんだったりとか、ゲームだと他には、ロックマンイレブンのロックマンとかをやらせていただいております。見た見たっていう人がいっぱい多分ここにいると思うので、いつもあのライブとか、はい、いろんなこともされて歌も歌ってる、はい、この福原さんが、はい、なぜ私のチャンネルでモノマネをすることになったかっていう経緯ですよ。はい、ですね、水曜日のダウンタウンさんでですね、はい、モノマネ代理戦争という企画でそうタッグを組ませていただきました。代理戦争っていうのが、あのモノマネタレント、モノマネ芸人が声優さんにモノマネを教えて、で声優さんたちが戦って1位を決めるっていうモノマネ代理戦争で、この2人がタッグを組んで戦ったんですよ。実は番組は放送されました。でやったネタは、はツバメよ。歌い出すの中島みゆきさんの地上の星、はい、そうなんです、を歌ってくれたんで、もうそれもすごい上手で、いやもうね、めちゃめちゃ大変で、もうすごくもう丁寧に丁寧に綿密に教えてくださるので、いや初挑戦だったじゃないですか、はい、だからどれくらいできるのかも全くわからない状態で、あの本当すごい短いスパンでちょっと練習をしたんですよね、うん、そうで、いろいろ聞かせていただいたらすごい喉強いし、なんかと中島みゆきさんも好きって、うん、好きです、好きです、おっしゃってて、はい、ちょっとやってみようってことでやったらすごい上手で、つばめよ高い空から教えてよ地上の星を、つばめよ、いや私のせい、なんかもうあのすごく優秀なコーチについてもらって全国大会行ったぐらいの爽やかな泣きたみたいな、やりきったみたいな気持ちもだったらいいんですけど、ただその決勝のネタっていうのもちゃんと用意してたんですよ。そうなんですよ。 その決勝に歌うだったネタがアドさんのうっせぇわでした。うっせぇわ、はい、私がこうレクチャーしてる時にすごく声がちょっと太い声とか強い声がすごい出せる方だったし、うんうん、鳴らせる方だったので喉を、だからあれちょっと待てよ、これうっせぇわいけるじゃないってあって、実際モノマネで歌ってみて練習してみてどうでした？確かに私の声の太いところとか強いところとか真似やすいラインではあったんですけど、歌うと声が思いのほか前に行くんですね、うん、Ado さんが歌ってらっしゃる独特のこもり感というか、ああそうそう、これこれでしょ、あのここにあーっていう感じの難しいよね、そうあんまり外にバンってこう全てを発さない感じの歌い方がめちゃくちゃ難しくて、なんかもううわーって歌ったり、うんって歌ったり、そうですね、へーって歌ったり、なんかいろんなところの喉の筋肉使ったみたいな、めちゃくちゃ使いますね、スケール感がもう一音一音違うので、そうすごい大変です、これすごい大変ですよね、めちゃくちゃ大変です。でも実際練習してみてもらって、やりました、めちゃくちゃ上手なんですよ。いやいやいや
完璧に歌いこなしてくれた後の、うん、アドさんのうっせぇわが、その決勝戦で披露できなかったので、荒牧陽子のこの YouTube で、ぜひ披露してもらおうと思ってます。ここで、もう日の目を見ることができて、ありがたい。それでは、福原彩香さん、V 振りをお願いします。VTR、見せつけてやるとは愚かさとはそれが何か見せつけてやんだ。ちっちゃな頃から優等生、気づいたら大人になっていた。ナイフのような思考回路持ち合わせるわけもなく、でも遊び足りない、何か足りない、困っちまう、これは誰あてもなくただ混乱する A-Day。 それもそっか、最新の流行は当然の把握、経済の動向も通勤時チェック、純情な精神で入社しは社会人じゃ当然のルールです。はぁ、うせうせうせはあなたが思うより健康です。一切合切ぼんようなあなたじゃわからないかもね。ああよく似合う、そのかもなく不可もないメロディー。うせうせうせは頭の出来が違うので問題はなし。いろんな人が出てたじゃないですか。めっちゃ出てましたね、有名な方が、うんうん、もうみんなすごくお上手で、やっぱりでも私、森久保祥太郎さん衝撃でしたね。衝撃だったんですけど私、森久保さんに憧れて声優になったみたいなところがあるんですよ。そうなんだ。あの初めて買った CD、 森久保祥太郎さんのそれすごい、ジアンサーなんですよ。それすごいですね。それはオンエアで言えばよかったってすっごい後悔してる。かっこいい。あの時々アフレコとかで誰かが欠席来れなかったっていう時に、その誰かの役のモノマネをテストの時に誰かがしてくれるっていうのが結構あって。そんなことするんですね。いるんです。でそれがまたできちゃったりするんですか。できちゃってすごい、ね、誰かがいないのにいるみたいな、はいはいはい、お芝居全体の格もグッと上がるし、モノマネしてテストに加わってくれる方私大好きなんで、でもそういう方ちょっと声の変態なんでしょうね。みんなでもみんなそうなんでしょうね、声の変態。私大好きなクレヨンしんちゃんっていうアニメの、はいはい、アクション仮面とクレヨンしんちゃんが歌ってる、うん、心よい夢がうわーって